千葉県成田市と三部市とを結ぶ県道である。成田市小菅交差点成田市本三里塚成田市立三里塚小学校付近起点を成田市時代の国道51号との交点とする旧道と交述する新道があり、三部群芝山町方場で合流している。千葉県道44号成田尾身川鹿島高線が、 旧道の成田市時代から成田市小菅交差点まで重複しており、千葉県道112号成田成東線が旧道の成田市大清水から三部郡横芝光町中台まで重複している。新道は道路としては国道295号の続きで成田空港第2ゲート前から国道295号の下り線の2車線のみが空港内を高架で通過し、 第6ゲート付近から国道296号との交点まで再び4車線になっており、この道路の第6ゲートの少し南側からが千葉県道62号成田松尾線に指定されている。このようなことから起点は必ずしも明瞭ではなく、ここでは便宜上、とする。途中の三部に横芝光町円山で首都圏中央連絡自動車道の松尾横芝、 インターチェンジに、接続、終点は、三部市松尾町松尾の、猿尾である。終点の、猿尾トンネル出口で、国道126号とこれに重複する千葉県道22号、千葉八街横芝線及び、ここを起点とする千葉県道58号、松尾蓮沼線に接続する。埴輪で有名な三部群芝山町を通ることから、 千葉県道路愛称制定委員会制定の芝山埴輪道の愛称があり、道庁内の道沿いのところどころに、ふるさと創生事業を活用して作成された武人や馬などの埴輪のオブジェが立っている。建設にあたり、成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律による補助金のかさ上げの適用を受けている。芝山町岩山交差点急道振動。 ありがとうございます。